はい、どうもこんばんは。昨日は、1月21日、東京都の感染者は、9699ですよね。9699人の、発表があったと思うんですけど、ビールが足りなかったんで、急いで買ってきました。で、皆さんは、どう思っているかわかんないんですけど、僕個人的には、感染者を、抑えないといけないと思います。まあその理由は、今、まあ、約1万、まあ、1万人じゃないですか。で、このまま行くと、まあ、もちろんもっと増えると。で、まあ、増えると、まあ、ニュースでもやってると思うんですけど、まあ、幼稚園や保育園、まあ、小学校、中学校、高校、大学もなんですかね、まあ、休園や休校になっていると思うんですよ。まあ、自分が感染しなくても、周りの一人が感染することによって、まあ、濃厚接触者になる可能性があると。そうなった場合、まあ、学校にも行けないと、働けなくなるっていう恐れがあるんで、まあ、僕は、感染者を、抑えないといけないと思うんですけど、まあ、政府は違いますよね。もう経済は動かせと、このままで行きましょうみたいな、金は出さねえっていう、まあ、動きになってると思うんですけど、アホだよなーって思います。早く、まあ、ミヤネ屋か目覚ましテレビに、呼んでくださいってことなんですけど、今日は、V 系のお店っていうテーマで、話していきたいんですけど、まあ、その前に、まあ、この動画を撮る、まあ、ちょっと前に、届いたコメントなんですけど、どうぞ。まあ、こんな感じなんですけど、この人、覚えてますか皆さん。僕は嬉しかったです。極楽鳥くん、まあ、元気そうで何よりだよ。で、こいつを知らない人もいると思うんで、簡単にご説明いたしますと、まあこういうコメントじゃないですか。でもこいつかわいそうなやつなんですよ。っていうのは、親いたんですけど、まあ、育てることできなかったんで、こいつを幼少期に捨てたんですよ。駅のコインロッカーに、こいつを捨てて、まあ、発見されたのは、まあ、駅員か知らない誰かに、発見してもらって、施設に、預けられたんですよ。で、施設を出るまでもちろんいじめを受けてたんですよ。で、北斗の拳のサウザー知ってる人いるかもしれないんですけど、サウザーも、まあ親いなかった、親いなくて、南都神拳伝承者の王外っていうじいさんが拾って、まあ、実の子のように、サウザーに、愛情を与えて、育てたんですけど、極楽鳥くんの場合は、ゴミのように捨てられただけです。じゃないとこんなコメントになりませんってことなんですけど、V 系のお店、行ってきました。まずは、こちらをどうぞ。さあ、ここはどこでしょう。ここは、分かりづらいんですけど、新宿の西口から出まして、V 系のお店、ライカエジソンです。もう何年も行ってないですね。もう東京出てきた頃に行ってたんですけど、もう看板も変わってるんですけど、ここが、ライカエジソンです。もうここになんかね、まあ、今の V 系なのか知らないですけど、わかんないですからね。全然わかんないです、誰か。久しぶりに来たんですけど、こんなんでしたっけ。まあ、店内は撮れないんで外観だけ撮っておこうと思います。看板これですよね。前黒かったと思うんですけどね、この字は。なんか変わったんですかね。これは誰なんでしょうか。まあ、知ってる方は、コメント欄の方にお願いいたします。ということなんですけど、まあ、このチャンネルを、見てくれている人は分かると思うんですけど、ライカエジソンと、実機ファンクラブに、行ってきました。で、この間の1月の19日、水曜ですね。で、サブチャンネルでは、花園神社の、映像もあります。で、まあ、神社、まあ、初詣行ったんですけど、まあ、どうして行ったかと言いますと、おみくじを引きたかったんですよ。まあ、明治神宮のおみくじは、吉凶がないんで、まあ、大吉とか小吉とか、
基地とか今日とかないんで聞きたかったんですよ。で、コメント欄にも書いたと思うんですけど、自分は、東京に出てきた時に、まあ一番初めは新宿に住んでたんですよ。で、新宿通りってあるんですけど、アルタ前の、でかい通りです。で、あの通り沿いだったんですよ。まあ、四ツ谷方面って言って、四ツ谷といえば、上智大学っていう頭のいい大学があるんですけど、まあ、住所で言いますと、四ツ谷四丁目、新宿御苑前ってあるんですけど、その辺に住んでました。なので、新宿は、めちゃくちゃ詳しいわけじゃないですけど、まあ、今回行ってきた、まあ、西口、まあ、東南口や南口、まあ歌舞伎町もそうなんですけど、まあそれなりにわかります。で、今回かなり久しぶりに、ライカエソンと自主版クラブ行ってきたんですけど、まあ思ったのは、店で売られてるCD が全くわかんなかったです。まあそりゃそうですよね。まあ最近のバンドだと思うんですけど、90年代のバンドは、もちろん置いてなかったです。ただ嬉しかったのは、久しぶりに行ったんですけど、何も変わってなかったです。まあ、店内も狭いですし、外観も、まあ、映像を見てもらえば分かる通り、まあ、味があるというか、ボロボロです。まあ、昨日の震度5の地震が、まあ、発生した場合、崩壊すると思います。で、まあ、知ってる人もいると思うんですけど、まあ、この場所は、まあ、新宿駅の西口から、徒歩10分15分ぐらいですかね。まあそれぐらいなんですけど、まあ分かりづらい場所にあると思います。で、近くに、なんとか公園ってあるんですけど、そんなに大きな、まあ、公園ではないです。まあそこには、まあ職を失ったりリストラ、された方が、タバコ吸ったり、まあ鬼殺し飲んでる、なんかそういう人たちが集う場所になってます。で、そこから細い路地がありまして、まあそこ入ってたところなんですよね。まあ分かりづらいと思うんですけど、まあ興味ある人は、まあ調べて行ってみるのも、いいと思います。はい、ということで、今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。